長谷寺長谷寺,寺は、奈良県桜井市初瀬にある新聞州、豊山発想本山の寺。三号を、豊山、陰号を、家具ラインと称する。本尊は十一面観音、回帰、創立者は、僧の同名とされる。西国三十三所観音霊場の第八番札所であり、日本でも有数の観音霊場として知られる。寺門は、わちがい,い門。 大和と伊勢を結ぶ初瀬街道を見下ろす初瀬山の中原に本堂が立つ。初瀬山はボタンの名所であり、4月下旬5月上旬は150種類以上、7000株と言われるボタンが満開になり、当時は古くから花のお寺と称されている。また、枕の宗師、源氏物語、さらしな日記など多くの古典文学にも登場する。中でも、 源氏物語にある玉かずらの巻のエピソード中に登場する2本、田元の杉は現在も境内に残っている。山と七福八宝巡り、三輪明神、長谷寺、千木山、超五孫子寺、大魔寺中の某、安倍門寺院、おふさ観音、丹山神社、久米寺の一つに数えられる。長谷寺の創建は奈良時代。 8世紀前半と推定されるが、創建の詳しい時期や事情は不明である。自伝によれば、天武町の主張元年、686年、創の同名が、初世山の西の丘、現在、本波瀬寺と呼ばれている場所に、三重島を建立。続いて仁紀四年、727年、創の徳道が、東の丘、現在の本堂の地に、 本尊十一面観音像を祀って解散したと言うが、これらのことについては生死に見えず、伝承の息を出ない。上和十四年、八百四十七年十二月二十一日に、定額時に列せられ、天安二年、八百五十八年五月十日に、三号が置かれたことが記され、長谷寺も、この時期に漢字と認定されて別当が設置されたと見られている。なお、上十二年、 八百七十年に、諸事の別当、三号は、大上官の下猶、審査の対象になることが定められ、長谷寺も他の漢字と共に、朝廷、大上官の統制下に置かれた。それを裏付けるように十世紀後の長谷寺再建に、再しては諸国に対しては国当てを、諸事に対しては、楽景供養参加を命じられるなど、国家的事業として位置づけられている。長谷寺は、 平安時代中期以降、観音霊場として、貴族の信仰を集めた。万寿元年、1024年には、藤原道長が参詣しており、中世以降は、武士や庶民にも信仰を広めた。長谷寺は、東大寺、下言宗の末寺であったが、平安時代中期には、幸福寺、宝生宗の末寺となり、16世紀以降は、里芝、公共大使によって起こされ創上。 大湯により上道した、新義新言宗の流れを組む院となっている。天正十六年、五百八十八年、豊臣秀吉により、根頃山、根頃寺を覆われた、新義新言宗門徒が入山し、道派の相上千穂丸により現在の新言宗、豊山派が大成された。近年は、指定教育、僧侶、教師の育成に力を入れており、学問寺としての性格を強めている。 十一面観音を本尊とし、長谷寺を名乗る寺院は、鎌倉の長谷寺をはじめ日本各地に多く240字ほど存在する。他と区別するため、山和国長谷寺、総本山長谷寺等と呼称することもある。門前町初瀬の参道脇には、西国33三三所の観音霊場を作る、陽円魔大王から託戦されたと伝わる僧侶の徳道が天平7年。 七百三十五年、創立したと言われる、万外札処方金印、特道承人病がある。初世山の山麓から中原にかけて、仮覧が広がる。入口の二王門から本堂までは三百九十九段の、上り楼、上り楼、屋根付きの海岸を登る。本堂の西方の丘には、本派瀬寺と称する一角があり、五十棟などが建つ。本堂が、国宝に、二王門、 上り楼五島、下登り楼、つなぎ屋、中登り楼、座王堂、上登り楼、三百余社、主楼、つなぎ楼が重要文化財に指定されている。現存の本堂は八代目で、慶安三年、千六百五十年の春工登り楼は、長略三年、千三十九年に、春日社の社子、中富の信清が我がこの病気兵輸の御霊で帰信しんだと、されるが、 現存する者は、近世以降の再建である。現存する、ザオ堂、上ウ、楼、ボリロウ、三百余者、首ュつなぎロは、本堂と同じ時期の混流。二王門、下登楼、ロウ、つなぎ屋、中登楼ロウの四棟は、明治十五年、千八百八十二年の火災消失後の再建で、二王門は、明治十八年、千八百八十五年、下登楼、ロウ、つなぎ屋、 中の森楼は明治22年1889年の建立である。これら明治再建の建物も境内の歴史的景観を構成するものとして重要文化財に指定されている。本尊を安置する衝動、僧の間、雷動からなる巨大な建築で、前面は京都の清水寺本堂と同じく掛け作り、掛け作り、舞台作りともになっている。本堂は 奈良時代の創建後、室町時代の天文五年、1536年までに、計7回消失している。7回目の消失後、本尊十一面間音像は天正七年、1538年に、最高、現存、8代目。本堂は、豊臣秀長の援助で再建に着手し、天正十六年、1588年に、新しい堂が竣工した。ただし、 現存する本堂は、この天正再工事のものではなく、その後さらに建て替えられたものである。現存の本堂は、徳川家光の寄進を得て、正法2年、1645年から工事に取り掛かり、5年後の慶安3年、1650年に落計したものである。同年6月に記された胸札によると、大工、中井山と守を中心とする。 大工集団による思考であった。天正再高時の本堂は、現在四年、1618年には、雨漏りの生じていたことが記録されているが、わずか数十年後に修理ではなく全面再建とした。理由は明らかでなく、背景に何らかの社会的意図があったとの指摘もある。高さ10メートル以上ある本尊、11面観音像は、前述の通り、天文7年に完成しており、 慶安三年の新本堂建設工事は本尊を現位地から移動せずに行われた。そのため、本堂は内陣の中にさらに内内陣、本尊を安置がある複雑な構成となってり、内内陣は巨大な図紙の役目をしている。本堂は傾斜地に南を正面として立つ。平面構成、屋根構成とも複雑だが、大まかには本尊を安置する制度。 奥、三景斜のための空間であるライドを、手前、これら両者をつなぐ層の間の三部分からなる。全体の平面規模は間口25.9メートル、奥行き27.1メートル。正道は一重木腰付き。構造的には、間口七間、奥行き七間、入りもや作り平入りの三車の前面と両側面に県幅のもっこしを巡らせた形になり、全体としては九県五県となる。 間は、長さの単位ではなく、柱間の数を意味する。以下の文中においても同様。雷道部分は、入りもや作り妻入り、間口9軒、奥行き島で、この内奥の間口9軒、奥行き1軒分を、層の間とする。雷道の胸と聖堂の胸は、T 字型に直行し、雷道正面側には、入りもや屋根の妻を大きく見せる。雷道の屋根は、側面では、 聖堂の模試の屋根と一体化している。雷道の左右側面にはそれぞれ千鳥ハフを付し、屋根構成をさらに複雑にしている。雷道の前半部分は床下に柱を組み、崖面にせり出した掛けりとし、前方に舞台を張り出す。屋根はすべて本瓦原吹き。組物は聖堂三社が出組み、一手先、聖堂模試と雷道は三都とする。雷道は床は板敷き、 天井は化粧屋根裏、天井板を張らず、構成材をそのまま見せるとし、奥に見分は中央部分を高めた切妻屋根型の化粧屋根裏と、する。層の間は一段低い石敷で、化粧屋根裏とする。正度の平面構成は複雑だが、概ね手前の奥行き一見分を外人、その奥を内人とする。外人は板敷きで、天井は中央を化粧屋根裏。 左右を角天井とする。その奥は中央の間口五軒、奥行き島を内陣とし、その東西の角間口二軒分は東を西道室、西を集会所等とする。内陣は石敷、角天井とし、その中央の二軒四方を本尊を安置する内内、陣とする。内内陣部分には切り屋根がかかり、独立した構造となっている。本堂は、 金星前半の大規模本堂の代表作として、2004年12月、国宝に指定された。胸浦2枚、平河原1枚、平安元年名、造営文書、図面倒三権が国宝の付けたり指定となっている。長谷寺の葬門、入り萌屋造り、本河原武器の3件1個の老門、平安時代、一条天皇の時代頃に創建された。 その後、度重なる火災により消失し、現在の門は1885年、明治18年に再建されたものである。長谷寺という大学の文字は、御用税天皇の新筆。1876年、明治9年に、来下で消失した三重塔。後北側に1954年、昭和29年、建立された。ノーマン院所有、不問院所有、転居、 2000年、平成12年までの指定物件については、国宝、重要文化財大前別館、所有者別総合目録、名称創作員、統計資料、毎日新聞社、2000による。それ以降の指定物件については個別に客中を付した。話の内容には、諸説あり、寺の僧侶、A だけ、ハスだけが小僧であった頃、 山に住む天狗たちが夜な夜な寺にいたずらをしに来ていた。栄岳は和尚に、山の杉の木を切り倒せば、天狗の住みかはなくなり寺の材木にも使えますと、信玄師が和尚に、修行に励みもせぬのに、何を言うかと言われた。修行嫌いの栄岳であったが、それからは他の僧侶の誘いや、天狗のからかいにもめげず修行に励み六十歳を超えて、寺の農家、大僧場になった。 A だけは杉を伐採し寺の材木に使おうと木こりに、命じて、杉を、次々と切り倒していった。芝叩く間に、天狗たちは住処かを追われ、許しおこうが、A だけは、止めようとはしなかった。しかし、最後の一本になった時に、A だけは、私が修行に励みこのようになれたのも、天狗たちのおかげである。と言い、一本だけを残すことにした。長谷寺は、 平安時代から大正までの長い間、一夜交代で、奈良と初瀬を行き来し、念仏を都内双方の謝辞に参詣し、それぞれの宿坊に泊まる修行を千日以上続ける、各夜参りの信仰対象となった。この修行をする者を、各夜僧、あるいは各夜聖りなどと称したが、各夜僧たちが泊まる奈良側の宿坊は、高畑の各夜堂であり、長谷寺側の宿坊は、 石田不動村の上あたりにかつてあった、角夜道であった。長谷寺玄山道の北、石田不動村、高志レンジ、三門家の桜の馬場を結ぶ象径を、かつては、角夜道と呼び、各夜信仰の三経路であったという。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。